今回は分散標準偏差について一緒に勉強していきましょう。ではまず解き方の手順、キーポイントですね。キーポイントその1です。分散というのは各データの平均からのズレ、差ですね、引き算をしたものを2乗した値の平均です。で、この分散を求めるときにはやはり表を作成するのがいいですね。逆に表を書かないとなかなか厳しいものがあります。で、表の項目ですね、どんなことを書くのかというのですけども、一つはデータですね、問題に書かれているデータです。で、次がデータから平均を引いたものですね。ですからこの分散の問題を解くときには平均を求めないとダメですね。で、最後はその2乗の値になります。で、分散の公式はこうなりますね。この N というのはデータの数ですね。で、この X1 からこの X バー、これ平均表しますね。データの1つ目から平均を引いたものを2乗します。データの2つ目から平均を引いたものを2乗します。これを全部繰り返しますよということです。で、ここにも書いてありますけども、データ数が N ですよね。で、この X バーというのは平均値で、 X の K、これですね、 X の1、X の2、X の3というのは各データですね。これは実際に問題を解きながら把握していきましょう。ではもう一つですね、キーポイントの2になります。標準偏差とは何かというと、分散にルートをつけたものです。ですから分散を出せばすぐ出ますね。で、この分散なんですけども、分散が大きいとこの散らばりが大きいですよと、で、分散がちっちゃいと散らばりがちっちゃいですよということがわかります。ではこのキーポイントですね、特にこのデータの項目、公式ですね、暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。ではいきます。実際に問題を解きましょう。空欄がありますね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。では実際に問題を解いていきましょう。この問題は分散を問われていますね。ですから必ず書いてほしいのはこちら、表です。では表の項目ですね、3つ、これはキーポイントでやりましたね。1つはデータ、1つはデータから平均値を引いたもの、1つはその2乗の値ですね。で、これに必要なもの、まずデータというのは問題文にあります。平均値出さないとダメですね。では平均値を求めましょう。答えはこのようになります。8ですね。この平均の出し方、例題70でやりましたね。ちなみにこの一番上データなんですけども、全部で9つあります。ですから分母が9になってますね。で、分子はこのデータの全ての和ですね。それがこの平均の出し方でした。忘れていた人はこの例題70をもう一度確認してください。で、これで表が完成します。で、この表、今は初めから書いてありますけども、これですね、実際自分たちで書かないとダメなんですよね。ですから今からもう少し説明します。で、一番最初のデータというのはいいですね。これは問題に書かれていますのでそのまま書いてください。次ですね、このデータから平均値を引いたものですね。データ X から平均値 X バーを引いたもの。ですからここ平均8と出しましたね。これは4から8を引きますね。4-8 は -4 ですよと。で、次ですね、 8-8 は0ですよと。次はですね、 12-8 は4ですよと、 10-8 は2ですよということをずっとやります。で、一番下ですね、ここであります、その2乗の値、このデータから平均値を引いたものを2乗します。ですからここは -4 の2乗で16、0の2乗は0、4の2乗は16、2の2乗は4というように計算したのが一番下になりますね。これで表が完成です。で、この表を使って分散、公式に代入して求めます。これが公式でしたね。 N というのはデータの数です。ですから今回はここに9つありますね。
ですから分母は9になります。で、分子ここですね、 x1-x バーとあります。それこの1つ目のデータのことですね。ですからこの値になります。16ですね。で、最初はこれ16、次はデータ2つ目これですね。で、2乗したものなので0、次はデータ3つ目16というように、この下の列を全部足すわけですね。そうすると90になります。ですから答えは9分の90ですね。約分して10ということになります。では最後ですね、こちらです。標準偏差も問われています。じゃあどう出すか。標準偏差は分散にどうしたらいいか覚えてますよね。分散にルートをつけます。で、分散ここで出してますよね。じゃあ答えはルート10ですよということになりますね。今回はここまでです。ありがとうございました。